こんにちは、沼です。パワープルアプリやっていきます。今回は、太平洋高校の強化ですね、やっていきたいと思います。もろい、新島、さいが、さくら、むつこ、さえき、騎士だと。で、ガチャのバナー内にあった騎士だ、そしてさえき、もろいを中心に考えたときに、まず、アヘダでやるかという感じでございます。あとは、うらがとか、強化されたしぐれちゃんとか、まあ、いろんなキャラ使ってみたいのがあるので、その辺もおいおいやれたらいいかなという感じです。今は、まあ、リハビリかね、思い出しかね、やっていけたらいいかなという感じですね。では、行きましょう。あ、おー。おー、はははは。笑うしかない。誰もいなかった。で、あー、これは最近行きましょうか。ちょっと21踏みたいんですけどね。素晴らしい。何が素晴らしいって、サクセスのこのする時間がだいぶ短くなったのが素晴らしすぎる。で、あー、ここ踏みてえな。ただこれグキでしょうね、さすがに。まあまあ、安牌で普通に進んでいきましょう。で、まずこのセクションに関しては、まあ、ガツガツと彼女の評価を上げて、まあ、さっさと間に合わせていくのが大事かなと思います。あとはなんか、こう、岸田を入れるっていうことは精神が辛そうと。僕も、おぼろげな記憶で精神きつかった記憶があるので、まあ、ここはガツガツと、まあ、精神を取っていくような構成にしてますね。はい、選球眼ありがとう。で、脆いとか行きたいんだけど、ここはもう、とにかく、新島を攻めた気がするんだよな。あ、これ、天城参考で、脆い参考でセンスだっけ？天城脆いか。あ、失敗か。お、ラッキー。これは、敏捷取れないよね。望むところ。うわぁ。まあまあ、いいでしょう。うわ、これ、今、新島と二人だった。あ、佐伯か。桜むつこもな、おーい。ありがとう。評価二人も上げなきゃいけん。結構忙しいですね、なんで。ありがてえ。めちゃめちゃありがてえ。うん、新島はあと一回。まあ、だいたい行ってますね、と。で、しっかりと、新島は骨格入りました。災害生きてえけどな。後の三巡を買いに行きましょう。うわ、帰らねえ。うん、これは、前のむつこでいいでしょう。はいやー、は。まあ、どれでもいいか。で、次からが本番ですね。どんな感じなんだろうな。派閥の説明は僕は聞かなくて大丈夫です。で、派閥が分かれるわけで、で、脆いをバンバン勧誘して経験点を入れたいので、反監督派にずっと居続けます。で、まあ、この青のびっくりですね。これを踏むと、いろんな経験点とかコツとかがもらえる形になります。で、コツないんかーい、お前。ちょっと動画的にはコツあるやつに行きたいけど、走塁コツか。ちょっと騎士団の評価あげよう。思考がガチ育成派になってしまう、どうしても。で、佐伯か。で、イベキャラを動かすと、まあ、結構経験点増えた気がするんだよね。32、32、65。まあまあ増えてますね。パワーヒッターと窮地。で、こういう時は窮地抑えてしまって、窮地。で、パワーヒ狙いにすればいいですね。なんかないよね。あ、オッケーオッケー。オッケー、これはうまいっすね、普通に。で、新島が体力を消費していきますと。うわ、お、メンタルないっすやん、佐伯。あれこれ、佐伯さっき、勧誘しなかったっけ来なかったのか。これはうまいわ。でもメンタルキャラ二人くらい入れてえな。佐伯がこれで、引
き抜き成功なのかな。ただもうここは脆いをガツガツ踏みたい、本当に。もろちゃん。ああ、ダブルタックですね。まあ、うん、なるほどね。まあ、行きますか。まあ、行きますか。ここは打撃練習ですね、間違いなく。で、これに関しては、そうだ、指摘し忘れたな。確か同じ練習を3回、4回、まあ、踏むと、練習レベルをアップするイベントが起きます。ハン監督派の方は。なので、まあ、ハン監督派はじめ行って、しっかりとこう練習レベルをバン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 上げてから、監督派に行ったりっていう動きが大事になってくるはずです。で、これここ行きたいんだけど、ムツコまだ上がってないんだよな。で、超ラッキーボーイ、ありがとう。で、今、超ラッキーボーイのコツ入ったんですけど、これが指定回数、寝返りイベントを起こすと、まあ、もらえるやつっていうところですね。うん、割と覚えてるな。ただ次、逆方面派閥に行かないといけないんだよ、確か。内野安打。うん、結構ポイント出ますね。お、強いね。わー、これ。次、技術やべえ。オッケー、いいよ。それは、早いわ。あんだけ放置した割には、ずいぶん早い気がする。スミートあげましょうか。で、今回上限2つしか持ってきてないので、まあその、何の上限を詰めるかっていう思想でもありますね。ほんと何の上限詰めるんだろう。まあ、彼女増やしてパワーとかありかもしれないね。とは思ってます。サイガー動かしますか。パワー費もらったんで、固め打ち取って、広角打法を狙いたいですね。で、打撃練習。で、まあ、こういうやることないときに、まあ、デートを進めて、ムツコでよかったか。うん、新島。しかも、ムツコもいるな。これは踏むか。うん、打撃練習は結構上がりましたね、と。3543か。結構出てますね。で、監督派に行きましょう。気分屋になった。うわぁ、いいっすね。何にも持ってないけど。まあ、タックが強いからな。あとは、この、今、反監督派が3人か。いいのか。行きますか。派閥練習とかが今プラスされた分かな、あったと思うんですけど、まあ、派閥練習は大して強くなってないらしい、ね、監督評価やばいけど関係ないか。うん、強。サイガが一人でだいぶ強い。本屋でいいですね。監督の指定練習って無視し続けて大丈夫だったっけ？その辺もちょっとドキドキしているんだが、意外性か。これまあまあ強くない？まあまあなんか得点入ってるんだけど。うん。休んだ方がいいかもしれないですね。確か監督を無視すると良くなかった気がするんだよな。あんまり無視し続けると良くなかった気がするんですよね。で、監督派閥の方は、連続で監督が指示したところに練習すると、まあ監督との特殊イベントみたいのが発生して、まあそこでもコツと経験点をもらうことができますと。結構いっとるな。
ああ、まあ経験点アップが効いてるんでしょうね、地味に。まあ前回もそこそこもらえてましたけど、今回よりもらえるようになっているはずなので、ちょっと実数値に関しては僕覚えてないので申し訳ないんですけど、まあなんでもいいでしょう。なるほどね。ちょっとコツがないやつが多いからそれが困るんだよな。歴史だと一回と。ああ、これは強いですね。で、体当たりとか。ああ、まあそうですね。体当たりは取りましょうか。本突入。で、踏みましょう。87オール強いな。ああ、騎士だ言っといてもいいですね。まあ、ムツコの評価がやばいからな。思いのほか。監督に怒られる可能性あるけど。古日。おう。青骨よく出してくれてるな。制圧。うん、高速ベースランですね。高速ベースランなのか。で、金徳は一応入りました。あとはまあ、デートとムツコを、やっときながら前に進めばいいかな。これいいやつないと結構厳しいかもしれないですね。怒られた。おぉ、いいやん。ただ、こいつもコツねえな。うん、金魚はまあ、素晴らしい数入ってますね。これ、カント強化さ、今怒られたけど大丈夫？かなり不安なんだけど。うん。5747。いやー、これどうでしょうね。なんとも言えんかあるな。強。拾いくか。古日のコツ、買い食いする。もう一、もう一来ないっすね。まあ、ここは敏将でしょう。ああ、来ましたね。で、もろいは派閥交代されずに、なんかいろんなものをたくさんくれるので、まあ普通にお得ですね。どうなんでしょうね、この強化。どうなんだろうな。まあまあ行きますか。まあ行きましょう。102、102強。うわー。なるほど。これ強いな。ただ、18% か。精神死ぬほど入ってるけど、こっちの方が、まあ、安牌でしょうね。うん。安牌メンタルで、メンタル、まあ、精神をもらいに行くのが、まあ、間違いなく成功だと思います。うん、超ラッキーボーイ、もう一回もらいましたね。問題なのがさ、なかなか、デートはあと2回、遊ぶはあと1回。はいはい。コツくんねんだけど。結構筋力はあるな。うん。まあ、そういう構成にしてますからね。やっぱり、脆いの方っていうのは。おー、ハゲタカ。へえ。一応、金徳はたくさん入るんだな。っていうのと、僕、カント強化が地味に足りてないような気がするんだが。まあ、監督そもそもいねえのか。で、ムツコ行きましょうか。で、筋力余ってるんで、まあ、ちょうどいいですね。一発逆転。はははですよね。ですよね。監督強化関係あったよね。ですよね、と思って。
あ、ハゲタカくれるんだ。まあ今ちょっとデスヨネ状態になってるのでどうなるかわかりませんが。うん、まあ上限がやっぱきついな。なんとも言えん感ありますね。ちょ、早めに出して。オッケー。ゲイ、ナイス。よし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 。まあ、2打席打てば関係ないですからね、経験的には。まあ、次が、勝てるかが勝負でしょう。うわ、乾燥してなかったんか、やぶな。ムツコは終わった。新島があと1回と。で、収穫もらってるんで、これは、ムツコ行きましょう。評価上げちゃいましょう。おいおいおい、やばいやん。あと1回やん。乾燥してない。乾燥してなくて、笑ってる。マジか。乾燥してないのか。やばいっすね。あとはまあ、おう。まあまあ、試合には勝てましたね。試合に出れなかった気がしますが。まあ、最低限ですね。で、ムツコ行っておきましょう。こっからは一応出れるからね。ムツコいない。遊んどきまーす。で、特能か。まあ、そうですね。正直何とも言えない感はありますね。いぶし銀いらんか。重いわ。まあ、上限的には頑張って3つぐらいのイメージ。まあ、筋力余りを見るといけんのは肩ぐらいかなって感じしますね。敏将きつそうですけど。あとは裏が入れて様子見るしかないのかな。っていうのがまあ僕の初見のこう感想ではありますね。オッケーオッケー。オッケー。まあ大丈夫。うん、なんとかなりましたね。オッケー。ああ、まあまあ、まあこれはこっち踏んだ方がいいでしょうね。岸田は強えな、やっぱ。で、弾道。いやー、なんとも言えなさそうだな。うん、結局岸田も完走してないですからね、招き持ち込みで。2回の裏、2点を追いかけます。大平ら攻撃に入ります。この回のトップバッターは阿部子。打ったこれはこれはちょっと厳しい感あるな。阿部子ツーベースヒットを放ちます。大平らここはなんとか追いつきたい。ツーアウトランナー1塁3塁という場面で気分屋がついてるからしっかりやんないと。オッケー。弾道4にしといた意味が出ましたね、今。欲がないときは打てるフォーク説。ってなっちゃってんな。これやるかな、大平落強か。まあ僕の立ち回りがまだ甘いところがあるのかもしれません。ただまあ、初見の印象は何とも言えないですね。もう自分の手で振ればいいでしょう。
ベーラン、おー、敏将が。じゃあ行きましょうか。うん、まあどうなんでしょうね。ぜひ皆さんやられた方はコメントいただけたら嬉しいかなと思います。虹谷久しぶりだな。うわー、これはいいコース。ちょっとホームラン打たんと試合に負けそうだ。やっぱ変化球たくさんあるピッチャーで AI 強くなると結構打ちにくいですね。ラス1。うわー、打てばよかった。まあ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 、これで。おお、終わってない、終わってない。しっかり行こうぜ。ゲイ、ありがとう。再チャンスくれてありがとう。はい、ということで、初見終わりました。わかんねえ。ちょっとわかんねえ。僕もなんか皆さんにこうだっていうのがお伝えできてない。正直なところ。まあ、なんとも言えない感が強いかな、正直。まあ、イベント完走しなかったのが最も痛いよね。一応1万点は超えれましたと。なので、まあ最低限やりたかったことはできたんだが、しかしお寿司。ですね、冷静、チャンス対左。あ、案外取れないんだな、打球伸び。まあいいか、これで。で、プルヒッター。まあいいか。今回はいいか。今回はそんなに考えずにいこう。はい。SS でしたと。で、そうですね。まあ特に何か言うことはなかったような気はします。なんかその、ツイッターとかでは1万2000点、3000点出されてる方もいるので、まあ僕の立ち回りもあんまり良くないんだとは思います。まあそのあたりはコメント欄で、ちょっとこうしたらうまくいきましたよ、ああしたらうまくいってますよ、みたいなことを逆に皆さんから教えていただけたら、こう見てくださる方の参考になるのかなというふうに思ってます。まあ僕自身は、まあどうやろうな、太平楽教科という感じにはなってますね。なので、もうちょっとこう掘り下げてやっていって、まあそれからこう皆さんに、ああだこうだ言えるようになれたらいいなと思っております。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。